ものすごいびっくりします。今はい、どうもショッピーです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。2015年の4月に、断捨離と出会った僕はですね、一緒に椅子も断捨離をしました。ネット上にはなんかこう、ミニマリストは床で仕事をするっていう言葉がいっぱいあったんです。なので、あ、別に椅子がなくても仕事もできるし生活もできるし、あ、別に椅子いらないんだっていうふうに思ったので、椅子もですね、その時に断捨離をしました。その後ですね、こう仕事をするってなった時には床に座って、で壁に背をもたれかかって、でこう足を伸ばした状態で太ももの上にパソコンを置いて、そこで作業をしていました。でも3ヶ月ぐらい経った頃からですね、こう背中の真ん中の方のちょっと左寄りの位置がですね、なんかこうじわじわと痛み始めてきました。背中の間にある軟骨に弱電流が走ってるような、ピリピリじわーんとしたような感覚でした。その痛みはなんかこう立ってる時には感じないんですけど、こうカフェに行ってそこの席に座ったりとか、あとはセミナーを開催した時にその会場にあるオフィスチェアに座った時、どの椅子に座ってもその痛みを感じるようになってしまったんです。さすがに床で作業するのは体に良くないんだなっていうのをですね、感じた僕は、その後楽天で安めの椅子を買ってきて、3000円ぐらいでしたけど買ってきて、でそれに座って作業をするようになりました。なんですけども、やっぱり背中の痛みが消えないんです。全然消えなくてですね、しかもその痛みが徐々に長続きして、徐々に痛みもエスカレートしていくようになりました。さすがにちょっとこれは普通じゃないぞと思った僕はですね、インターネットのヤホーでその痛みの原因を背中痛みっていう感じで検索するようにしました。本当は Google で検索したんですけど、背中の痛みイコール病気だよっていう、そういう記事がですね、もうむちゃくちゃ出てきまして、もうなんかそれを見るのも怖くなってですね、僕はもうそれ以来検索をするのをやめて、背中の痛みをこう、抱えながらもそのままその痛みを放置してました。その痛みを抱えながらも周りにはその痛いんですよね、背中がちょっと痛むんですよねっていう話をしてたところですね、僕がその時一緒に仕事をさせていただいていた、ビジネススクールの校長先生がいるんですけど、その方がですね、いやショッピー、その背中の痛みは絶対椅子だよっていう風に言われました。でそれからですね、居酒屋に行っても大阪に行っても博多に行っても、とにかくこう椅子にはこだわれっていうその熱弁をですね、僕にしてくれるんですよ。その方も当然椅子にはめちゃくちゃこだわってました。僕もですね、そんなにいいのかな、でもミニマリストとしてなんか物増やしたくないんだけどなとか思いながら、ネットでこうその校長先生に勧められた名前をですね、検索をしました。そしたらですね、お高い、めちゃくちゃ高いではありませんか。買いたい気持ちはあったんですけど買えないっていうところで、またちょっとこうモヤモヤとしたその痛みを抱えながら、でも椅子にちょっとすがる気持ちもありながらっていうので、またですね、それから、期間が経ってしまいました。この段階でもう痛みを感じながら、もうすでに1年半ぐらいはもう経ってました。でその痛みを感じている時に何が嫌だったかっていうと、その仕事中すごい集中しているのに、その背中がちょっとこうピキってなったりとか、じわーんってじわじわって感じることで、その集中力がもう途切れるんですよ。でそれからもう集中できないということで、仕事の効率パフォーマンスは落ちましたし、やっぱりそれ自分もですね、楽しくないんですよ。それで全然身軽じゃなかったです。で、それからもですね、ちょいちょいネットで調べたりとかはしていたんですけども、そしたらですね、こう YouTube 上だったりとか、そのネットで、その椅子を変えたことによって、腰の痛みだったり、背中の痛みだったりっていうのが改善されましたっていうその報告事例が、どんどん増えていったんですよ。ある意味その痛みを抱えていた仲間がどんどんその椅子によって症状を改善されていく様子を見て、僕もですね、あ、本当に椅子を変えればこの僕の痛み、背中の痛みも改善されるかもしれないっていうことで、徐々にこう考え方が変わっていったんですね。その痛みのレベルも本当にそろそろ病気を考えないといけないなっていうぐらい痛みも強くなってきたし、持続力も長く続くようになってきてしまったので、本当にですね、もう椅子で解決するならもう買うしかないと、もう椅子を必要だというふうに判断したんですけども、かといってそんな高い
金額もちょっとまだ使うのはビビっちゃうなっていうのがあったので、まあ、その間を取ってですね、ちょっと中古をですね、実は買ったんです。かなり古いタイプですね。ランバーサポートがついてるので、もう今から15、6年も前のモデルになります。全然くたった感もないし、どこも悪くなってないし、このヨレなんかも全然なくてしっかりと貼られています。で、これを買ってから、まあ、1ヶ月が経とうとしているんですけど、今背中の痛みがあるかって言われたら全然ないです。ものすごいびっくりします。今この椅子に座った瞬間に痛みがふっと消えたかって言われるとそういうんじゃないんですけど、こう座り続けて1ヶ月経ったら、なんとこう背中の痛みが消えてったっていう、そういう話です。なんで座ったことによって背中の痛みが消えたかっていうのは、まあ、僕自身わからないんですけど、とにかく背中の痛みはないですし、あとそのカフェに行ったとしてもオフィスチェアに座ったとしても、まあ、痛みを感じなくなりました。今ではもうこれに座った状態で5時間ぶっ通しで作業することがあるんですけど、もう疲れないし、仕事の集中力も持続してるし、背中の痛みも全然感じないしということで、もうこの椅子はですね、間違いなく僕の人生を身軽にしてくれたアイテムの一つになりました。まあ、僕はアーロンチェアの回し物では全然ないんですけども、でもこの椅子に座って背中の痛みが本当に消えたっていう、それがもう感動して、もうものすごい僕自身身軽な気持ちになって仕事にも集中できるようになったので、まあこうやってですね、動画で感動をシェアさせていただきました。もしですね、腰が痛いんですとか、背中が痛いんです、体がちょっと痛いんですとか、集中力が続きませんっていう方はですね、椅子を変えてみてはいかがでしょうか。もしかしたらちょっと身軽になるかもしれません。ということで、もしこの動画がですね、ちょっとでも面白かったです、参考になりましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。どんどん身軽なライフスタイルをブラッシュアップしていきますので、これからもよろしくお願いいたします。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。